やあ、どうもマリサだぜ。やっほー、霊夢だよ。どうもです、ヨウムです。デッドバイデイライトをやっていくぞ。ええー、タフタフ。ついに来たわ。うん、ついに来たね。待ちに待ったサイレントヒルコラボだ。誰かいるわね。やあ、ここだ。こんな近くの発電機にいるんだね。ああ、意外と近くにいることがあるから外から回るように見ていくといいかもしれないな。レッドピラミッドシングの能力はどんな感じなの？エクセキューショナーの能力は裁きの儀式という名前で、トレイルという罠みたいな道を作ることができるんだ。今トレイルを作っているの？ああ、それとこの状態で攻撃ボタンを押すと、なんか地面から出てきたわね。今のは地獄の罰といってちょっとした遠距離攻撃みたいなものだな。かっこいいね。確かにかっこいいわね。ああ、そうだな。追いつけそうではあるけど、デッドハードを持っていそうだね。やっぱり持っていたか。え、この攻撃って障害物を貫通するの？そうなんだよ。射程は短めだが障害物越しに攻撃を当てることができるんだ。何それ強くない？窓枠どころか壁越しに攻撃できるってすごいよね。最初そのことを知った時は私も驚いたよ。あれ、なんか視点がおかしくなかった？いつもだったらサバイバーの顔が見えるけど今のはお腹を見ているみたいだったね。重たくて顔を上げられないか、もしかしたらある設定の影響か。ただ照れてるだけかもしれないわよ。確かに顔ちょっと赤いもんね。顔というか頭がな。誰かいるよ。あれは別スキンのシェリルだな。これはどうするのかしら。うん、どうしたの？いや、なんか裁きの儀式を使うと操作がしづらくてな。何か変わるの？なんかビリーのチェーンソーみたいにまっすぐ移動して視点移動で方向を変える感じ。ちょっと癖があるんだね。左にもいるわね。救助しようとしているみたい。ちょっと邪魔をさせてもらおうかな。残りの一人がどこにいるのかよね。多分修理を頑張っているかも。そろそろ半分いきそうよ。お、それならちょっと待たせてもらおうかな。そういえばこのトレイルを踏むと何か効果があったりするの？トレイルを踏むと反問という状態になりキラーの本能で見ることができるんだ。殺人鬼の本能はリージョンの狂乱で攻撃した時に出るクモの巣みたいなやつよね。そうだぜ。当たらなかったね。振り方が悪かったのかもな。それじゃあトレイルは殺敵用に使うって感じかしら。トレイルってどれぐらい引くことができるの？結構いっぱい作ることができるみたいだぞ。それならゲージが溜まったらどんどん作るのがいいかもしれないわね。見た感じ速度も落ちないみたいだしな。これは強いな。ドクンドクン聞こえるわね。サバイバーさんが仲間を助けるためにトレイルを踏んだみたいだな。左下にぐるぐるしているのが見えるけどあれが反問状態ってことなのかな？ああ、そうだぜ。キラーの本能とは別に何か効果がありそうよね。反問状態にダウンさせると食材の檻という能力を発動できるようになるんだ。ものすごく食べ物がいっぱいありそうな名前ね。キノコとかがいっぱいあるかも。それは食材の森だな。ちなみに食材の檻はどんな効果なの？そりゃあ確保しておく効果でしょ。まあ確保だな。そうだよね。多く確保しておいても損はないからね。ああ、できるだけ多く確保したいな。その方が後で楽できるもんね。そうだな。乗り越えるみたいよ。いけるか。いいね。なかなかいい感じだぞ。これは上手な人が使ったらかなり手強そうなキラーね。逃げるのがかなり厳しいかも。今から食材の檻を使うぞ。え、どうなってるの？フックに吊るさないで檻に入れておくことができるんだ。すごいね。あれ、ということは、ストライクとか発動しなくなるってこと？そうだぜ。フックじゃないからボロタイヤ解放も使えないと思うぞ。それってかなり強いね。うまく使いこなせばサバイバーの強化枠に対抗できるのね。そういうことだな。探知負荷になっているよ。これは真ん中にある固有パーク反問のトレイルの効果で、発電機を蹴ると発電機の黄色いオーラがサバイバーに見えるようになるが、16秒間探知負荷状態になるんだ。探知負荷状態になるのはいいけど、なんか使うのが難しそうなパークだね。再使用できるようになるまで60秒必要だからな。それでもうまく使えばかなり強力なパークになると思うぜ。引っ返してきたよ。行き止まりだったみたいね。マップの配置がいろいろ変わっているから把握していないと戸惑うよな。この場所は柵が多くてキラーさんが追いつくの大変だった気がするけど、今だとわかりやすい感じになっているね。アトラクションか何かの順番待ちみたいな配置になっていたものね。あれは大変だったな。当たれ。今のはナイスね。いいね。こっちの姿が見えなかったから避けにくかったのかもな。よいしょ。今のところまだ一つしか発電機はついていないよ。サバイバーさんたちもまだエクセキューショナーに慣れていなくてちょっと苦戦しているのかもな。そこの発電機かなり修理が進んでいるわね。あれ？堕落の海面みたいになっているよ。
これはシェリルの固有パーク抑圧の同盟の効果で、発電機を合計60秒間修理するとこのパークが発動して、発電機を修理しながらアビリティ発動ボタンを押すことで、その発電機を30秒間ブロックすることができるんだ。なるほど、頑張って修理した発電機を破壊されないように守ることができるわけね。イタチとかの対策ができるわけだね。ああ、イタチはかなり強力だからそれから発電機を守れるのはいいな。もう少し左だったわね。そう考えたらサイレントヒルコラボは今の環境を変えるような能力だね。ストライク対策などができる三角様にイタチ対策ができるシェリルだからな。まあとは言っても簡単にできるわけじゃないからプレイヤーさんの技能次第にはなるけどね。確かにね。この二人好きだから育ててあげたいな。サイレントヒル好きだもんね。ああ、怖いけど好きだぜ。サイレントヒルはなんというか精神的にじわじわ来る怖さなのよね。気持ち悪いというかなんというか。ゾンビとかとは違った怖さがあるよね。読みが甘かったな。まあなかなか手前の窓枠にはいかないでしょうね。私は結構行くけどな。チェイス中はどうしても焦っちゃうからね。お、これはチャンス。捕まえるのが少し遅かったわね。まあ見てなって。そこだ。すごい、当たったよ。やるじゃない？いやー今日は運がいいみたいだな。すまんな、今回は退場だ。ライトよ、やべ。ナイスタイミングのライトだね。あれ、ギリギリ効かなかったみたいだな。もう一回カチって音が鳴ったから直前で話しちゃったのかな。おかげで助かったわね。ああ、今のはかなり当たったで。その割にはちょっと残念そうね。いや、気のせいだろ。でも今の場面で救助決まればかっこよかったもんね。今のは焦って乗り越えちゃったのかしら。味方さんが追いかけられているのを見て引っ付けるためにあえて音を鳴らしたのかもしれないぞ。味方さんを大事にするような動きをしていたからありえるね。今の逃げ方うまかったな。そうだね。本当にこの場所すっきりしたわね。ああ、キラーからしたらありがたいぜ。こっちに来ちゃった。私のフェイントに引っかかったな。ただ壁に引っかかってただけだけどね。これは、いける気がする。この子がどこに逃げるかよね。しっかりね。おう、任せろ。もらった。今のは苦しいわよね。どこに逃げればいいのかわからなくなるよね。また会おうぜ。残りは二人、発電機もまだ残ってるしいい感じね。この調子で頑張ろうね。おう。そこにいるみたいだよ。いいね。残り二人になった時の修理はなかなか勇気がいるわよね。なんとか二人で脱出したいという強い意志が伝わってくるぜ。どっちも応援したくなるよ。どこに行ったのかしら。いないな。ん？あ、そこにいるのか。ジェーンちゃんもなく隠れていたね。なんか可愛いわね。正直攻撃しようか迷ったぞ。残り一つだよ。いい勝負になってきたわね。ああ、だが譲る気はないぜ。こうらしょ。ここからがサバイバーさんたちの腕の見せ所よね。救助に気を取られすぎてもダメだし、修理が完了しても味方さんがいなくなると脱出するのが結構大変になるからね。三角様の初陣だからできれば勝利で飾ってあげたいぜ。右にハッチがあるわよ。ここにあるならサバイバーさんたちもまだチャンスはあるね。うっかり逃げられないように気をつけないとな。このままだとジェーンちゃんか。ナイス。助けに来るって信じていたぜ。見捨てなかったわね。すごく好感が持てるよ。まあ助けに行かない判断も勇気がいるから決して悪い考えではないけどな。そういえばもう一つのパークはどんな効果なの？もう一つのパークは強制供養といって、味方をかばって攻撃を受けた人が60秒間衰弱状態になるんだ。二人とも左下を見て。急にどうしたんだ？すごい、鍵を見つけたのね。マジか。ジェーンちゃん。シェリルとはぐれちゃったのね。そういえば反問状態のサバイバーに使えるもう一つの能力で最後の審判といって、耐久フェーズに入っていて反問状態になっているサバイバーに、ナタを振り下ろすことができるんだ。今のジェーンちゃんには使えないわね。だから私がもう少し上手くなってからまた戦おう。腕を上げてからまた勝負ってことだね。また会いましょう。バイバイ。まさかあの状況で鍵を見つけるなんてね。すごく運がいいよね。ああ、諦めなかったから運が味方してくれたんだろう。それにしても三角様いいね。強さもそうだがかっこいいよな。もっと上手くなってかっこよく使えるようになりたいわね。頑張ろうね。ああ、頑張るぜ。よし、では今回はここまでだぜ。最後まで見てくれてありがとね。次回も見てくれると嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。